どうしたの？また悪い夢？私の家には一台のロボットがいる。リース契約はもう7年にもなる。今日は何時に帰る？遅くなるかも。ごめんね、ジョー君。彼はどんな男よりも誠実で優しくて、私の心と体を満たしてくれる。それに比べて。お待たせ、静香。ごめん、遅刻して。人間の男ってやつは。ただいま。おかえり、静香。ご飯できてるよ。ありがとう。仕事残っててさ、なかなか終わらないからちょっとだけ残業したよ。あとは駅前をブラブラして。7年か。落ち込んだり喜んだり、いろんな静香を見てきた。でも君にはそろそろ新しい人生が待っているんじゃないかな。違う？泣かないで、静香。素敵なことだね。何も謝ることはないよ。怒らないの？あ、怒ったよ。怒れないよね。だってジョー君は女の子を喜ばせるために作られたただの恋人ロボットだもん。ごめん、ごめんね。今日一日楽しかったよ。最後の思い出をありがとう、静香。思い出？うん、記念になった。もうすぐ忘れるのに。それじゃあお別れだ。さようなら、ジョー君。当社のサービスをご利用いただきありがとうございました。本日をもってレンタルロボットジョーとの契約を終了させていただきます。君とのデータは本社のサーバーに5年間保管されている。もし恋人とうまくいかなくなったら復活の呪文をどうぞ。5年経ったらどうなるの？どんな思い出もいつかは消えるんだよ、静香。